かりんちゃん、まだスタッフさんこの中に閉じこもってる。スタッフさん、スタッフさん、出ておいで。引きこもりだよ。社会復帰協力するから。どうしてこんな子になっちゃったんだろう。チャイの育て方が良くなかったのかしら。ご飯の時ぐらいはさ、一家団らんで食べようよ。いきなり働けとかは言わないからさ、一緒にご飯食べるところから始めよう。お前が出てくるまでさ、ここで待つよ。ほら、近所のおじさんも心配して来てくれてる。ほら、出てきなさい。あの二人どこ行ったんだろうね。どこ行ったんだろうね。いや、仲も悪くないね、チャイちゃん。チャイはここから部屋の外を眺めるのが好きなの。カリはここ静かだから好きだな。おう、やめておくれよ。そんなことしても出ていかないよ。あ、やめなさい、変態引きこもりアゴおじさん。チャイちゃんに言われてるよ。もっと腰の方、やってほしいとこ全然やってくれないもんね。雑だな。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。チャイちゃん、次回はスタッフさんにどんないたずら仕掛けようか。やっぱり古典的なあのブーブークッションとかがいいんじゃない。いいね、チャイちゃん、そういうのが面白いよね。